ちびチャンネル。はい、どうもちびかなです。今日はですね、ナイトイベントに来ておるんですけども、いろんなライダーが来ていて、いつも見ている YouTuber さんが来ているので、ちょっと声かけてみようと思います。すいません、こんにちは。こんにちは。いつも見てます YouTube。 ありがとうだよ。ファンなんです。本当ですか？ありがとうございます。すごい嬉しい。本物かわいいですね。なんだよ本物。やっぱ笑い方もかわいいですね。すごい絡みにくいだよ、近いし。今日 MC やってるんです、私。今日は MC やってるんです。知ってるだよ、見ればわかるよ。こんな感じで今 MC 中なんで、ちょっと走ってもらって。嘘だよ、見られました。嘘だよ。今日は憧れのアスカだよさんに会えてとても嬉しいです。早速撮らせてもらってもいいでしょうか？すごい嫌だよ。いいよいいよ。いいですか？ありがとうございます。私中村アスカって言います。最近2ヶ月ぐらい前に YouTube 始めました。それでよかったら見てください。よかったら見てください。概要欄に載っけておりますので。 ありがとうだよ。こちらまで。ここじゃないの？概要欄で。すいません。はい、おちびチャンネルを配信しながら MC もしながら、今日はこれね、ワイヤレスなんで、上から真ん中ぐらいまでしかマイクは届かないんですけど。じゃあなんでマイクつけてるんですか？これは MC で呼んでもらったというプロ根性です。さすがやっぱアスカさんは違いますね。そういうとこがかっこいいと思ってファンになったんです。ありがとうだよ。じゃあみんなもちゃんとマイクを離さないように。どういう時だよ。いつだよ。マイク持つ人なんてそうそういない。そうだね、マイク持つ人はいないね、なかなか。っていう変なイベントです、今日は。変なイベントなんですか、今日。そうですよ。変なやつが来たんで、変でも変な MC がいるイベントだ。このイベントはもう変なイベントだから。変なやつ呼んだ時点で変なイベントだからね。なんかさ、私もさ、喋り方結構変って言われるんですけど、うん、やっぱアスカさんも変ですね。そう？変ですか？変ですね。変じゃないだよ。音楽が作れそうですね、笑い方で。音楽？一緒に笑いながら、うん、あ、やる？こういうの、こういうの？こういうのやる？ちょっとわかんねえわ。とりあえず並ぼう。うめえな、これ。まだ撮ってるの？鼻くそほじろうと思ったのに。いいよ、ほんと、ほじっても。ファンが喜ぶかもしれない。やだよ、やだよ、やだよ。不適切なコンテンツで通報されるんだぞ、そういうことしたら。知ってるか？鼻くそは大丈夫だよ。鼻水は大丈夫。鼻水は大丈夫かもしれない。大丈夫。鼻水出てたけど、この前動画で。マジで？報告されなかったよ。多分大丈夫です。鼻水ぐらいは。大丈夫かな。ちなみに、今は鼻くそをほじりたいんですか？うん。アップにしたら。多分今のは声でかい、うるせえブスって書かれる。あるあるだ、ある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 。大体書かれるのうるせえブスだって。声でけんだよブスって。MC うるせかったんだよブスみたいな。大体アンチに書かれるのはうるせえブス。笑い方変なんだよブス。そうそう、声キモいって書かれる。
それ見た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 。かわいそうと思って。しかも高戸さんのやつにコメントされてた、ね、そうそうそう、高戸くんもそう、ピーカンね、ピーカンファクトリーっていうの有名な YouTube がありまして、こちらにたまに出させてもらってるので、そちらも見てください、はい、優しくないで、高戸くんのことまでこうやって、そう見てる高戸くんはこれちゃんと高戸さんにも宣伝してもらおうかな。そうだね、この動画をうそうだな。おしりチャンネルのアスカチャンネル。あ、パクっちゃったやめて、やめてください。著作権引っかかっちゃった。通報しちゃう。通報する。適切なコンテンツする。それは困るな。もうアスカさんに学ぶ詐欺者名講座。知ってる、これなんかアプリあるだよ、うん、ビューティープラスってやつ、知ってる、うん、それ知ってる、私もこれ使ってる。みんなこれだよね、結構。それで、あの、このカゴでかいのはこの手で隠すと、うん、あの、いいらしいよ。分かった、うん、やってみます。うん、はい、チーズ。ダメだ、風で、風で、これ、見てこれ、ブレブレだよ。すぐブレブレだよ。ブレてるくらいがちょうどいいんじゃない？ブレてるくらいがちょうどいいんじゃない？ダメでしょ、すごいブレてたよ、だって。見てな、この手が。入ります。はい、チーズ。あ、またブレた。ちょっと大丈夫、ちょっとやっぱブレてる。ブレてるくらいがちょうどいいんじゃない？なんでだろう、こうギュンってなるのかな、できたらいいのかな。返して、下げれないっていうオチで終わる。風がさ、風でさ、この髪の毛が、顔でかい、顔でかいこれからさ、ここにこう、こうやってないんじゃない、ちょっと。ほら、これ一番漏れたよ。漏れてる、漏れてる。それちょうだい、また後で。あ、もうすぐだよ。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。またアスカだよチャンネル登録してね、見てね。アスカだよが面白いなって思ってくれた方、高評価。笑ってんの、そんな、そんな笑うとこだった今。アスカだよ面白いな、チャンネル登録しようって思ってくれた方、高評価、コメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピーサーさん。グダグダぐらいが面白いかもしれない。